これから着陸の訓練を行うんですね。コマンドバーが真ん中で十字になるように機体を調整して滑走路に着陸をしてください。スラストレバーを下げてください。着陸時はスラストレバーを下げても機体は下降しているためスピードは加速します。注意してください。ブレーキを使って着陸スピードに近づけてください。イベントパネルが出たので、ギアを出します。このマークが出たらボタンを押して対応してください。この他にも、いろいろなイベントパネルがあるので、その時も同じように対応してください。ジェバイア、コンタクト東京コントロール、ラティシーポジション。着陸したらスラストレバーを 0% にしてスポイラーでブレーキをかけ機体を停止してください。イベントパネルが出たので機内アナウンスを行います。ただいま関西国際空港に着陸いたしました。また愛煙家の皆様には禁煙にご協力いただきましてありがとうございました。イベントパネルが出たので機内アナウンスを行います。またこの次も JAL の翼をお選びいただきますようお待ち申し上げております。これで着陸の訓練は終了です。お疲れ様でした。天候や風速によって機体の状態が変化しますが、操縦方法は変わりません。正しい操縦を身につけて正しい運航業務を行ってくださいね。